はい、おはようございます。来ました、気候な伊川谷店でございます。桜満開の4月7日でございますね。だいたい新内は27日っていうのがお約束でやったんですけれども、最近ちょっとお店が固定しませんで、だいぶフレキシブルな感じになってます。日曜日ということでですね、140人抽選の46番だったので、ただそこまで台数の多いお店じゃないです。160台20スローあって、40台がジャグラーっていうところでは、 AT 機 ART 機ジャグラー以外っていうのが120台で、46番で何が取れんのっていうところで、新内今回からディレクターが変わりました。そのあたりにも注目して、意外とね、その収録ものっていうのは、ついてるカメラマンによってもね、その結果引きが変わってくるっていうのもありまして、前回の北なんとか村さんの時は前半良くて後半、半ば悪くて後半良かったっていう、まあまあだけど勝ち替えが多かった。で、上なんとか農さんのは割と負けてたよね、あなたの時ね。だからちょっとやだな、嫌なこと思い出しちゃったな。はい、その辺をちょっと注目しながらですね、ご覧になっていただけたらありがたいと思います。機種に関しては申し訳ない、出たとこ勝負です。何取れるか分かんない。はい、頑張ります。窓かにで妥協しといた方が良かったんじゃないか。よしよしよし、まさむないですね、まさむ。最新鋭の打ち方、今ルフしてるんですけども、皆さんにこう知ってほしいと思ってね、素敵な最新鋭の打ち方がございますんで、そちらの方を紹介しながら今回の新鋭まさむでいきたいと思います。はい、今でこそ稼働落ち着いて台数も減ってしまって、その平均設定っていう部分は一昔前に比べるとだいぶ減少傾向にあると思うんですけど、下になってると、やっぱり台数それなりにあれば設定使えるないですよね。もっと言うと設定分かりやすいですからね。さあ、ようやくですね、レア役を引いたことで前兆状態、これで 40% で移行するんですが、まあ、大体その 40% のうち、ほぼ 95% がフェイク、当たってないんですよ、まだ。で、前兆中の外れ目以外で逆転抽選が行われて、逆転すれば当たるっていうのがこれ正宗なんですけど、それをしっかりと見抜く打ち方を紹介していきたいと思います。今もう中押しで紹介してますが、青七もしくはバーを狙って、まあ、バーを枠下、青七からバーの範囲を狙って、この出目っていうのは、リプレイかスイカかベルの取りこぼしで、0枚払い出しないですけど、これ押し順ベルの取りこぼしで 1.2% ベルの取りこぼしでも 1.2% で逆転する可能性があります。これ狙って、この形式は外れなし、これ MB です、ね、MB は逆転抽選なし、ただこの後のベルの 1.2% これも外れがないんで、しっかりと狙ってリプレイか強制か、リプレイ 1.2% やって、これも外れなし、はい、これで 1.2%、 もう4回揃ってますんで、純粋に 4% 逆転の可能性がある、25分の1で逆転の可能性があるって捉えています。でこの出目、ベルが揃えば共通ベルなんですが、何も揃わなかった場合、残念、これこそ何も内部的に整理してない外れ目、逆転抽選なし、これも外れ目、
感じ、こう感じで、レア役に行った時に今の短い前兆、12、3ゲームで終わる短い前兆ではなくて、その3倍近い32ゲームの前兆の時にこれをしっかりでやって、逆転の機会どれだけ得られた、じゃあ逆転期待と何パーぐらいって把握して、当たる当たんないっていう判断をしていく。これが政宗の通常時の最新鋭の楽しみ方でございます。はい、はい、本日の74ゲーム、 40% で全勝にいくので、はい、これチャンス目から天守閣には移行しません。つまりこれ前兆としての天守閣で、このためですね、これ1枚払い出しあるのしジュンベルの取りこぼしになります。ハズレの可能性あるのは中左通してこうベルが右下がりになったときだけで、何も揃わなかったらこれは逆転抽選なし。はい、これも 1.2 パー、内部ベルコです。これチャンスない。これは 20% で逆転しますた。ここまで来たらまあまあ熱いから、ね、ここまで来たらまあまあ熱いから、うん、今最初のチャンス目から21ゲーム目で、本来であれば連続エース降格に発展すべきところで発展しない、だけど前兆じゃないかっていうと天守閣に移行してるんで前兆ではあったと思うんですよ。ってことはどういうことかっていうと、おそらく2回目のチャンス目で逆転したと予想するんです。はい、これが斜めラインじゃなくて平行ライン、本来であれば左から押せば強水化なんですが、中から押した場合、右から押した場合、強水化、ごめんなさい、弱水化は平行ライン、これ10%逆転。これもリプレイですね、これリプレイで、今逆転期待度が 10% ある弱水化の後に小十郎飛行機が来たので、これで小十郎を見つけるようだったら、あ、これ逆転してたっていう予想がちょっと強くなる。あ、いいよいいよ、これでもうフラッシュしたんで、いよいよ熱く、はい、スタジオ全て絶対、これも 1.2 パーティーですね。あ、いいね、すごいダイナマイトだね、うん、当たってたね。2回目のチャンス目で 20% 逆転を刺したってことはですよ、内部的に当たりが決まった後っていうのは、欧州ボーナスから石板の欄への昇格抽選をやっぱりこの外れ目以外で行うんですよ。押すと弱水化も揃ってるし、外れ目が割と少なかったんで、これはファーストコンタクト114ゲーム、投資3本、あの青七揃いを期待して、しかしながら114ゲーム回して弱釣りゼロっていうのが気分悪い。大体バーカットインの 5%、 20回に1回ぐらいの割合で揃います。あれ、これ目押しミスってないよ、ミスってないよ、まあまあ、40%期待。ペカドロは
あらかじめ 40% で当たりが決まってます。 10% 当たりで、レア役で逆転する以外はその 40% 当たってるかどうかの結果発表タイム。あー残念、なんか無駄に煽ってたもんね。そんなに強い感じでなく煽ってたんで、これ240ゲームだけど弱戦回1回しか引いてない。苦しいほど下なんだけど、レア役のすげえ率だけ1回天井までは追うか。ドイツの時代から乗り降りる、まあ、1、2濃厚ではあるけど、万が一これがここからレア役がちょっと気が触れたようにもう落ちまくったら死頃になっちゃう。はい、弱戦2回目。弱戦5回目。600ゲームで5回目。弱水化が2回目。水化から天守閣に行ったことが予想できるので、予想距離をつまりこの場合 2? 2だな。さては当たりやすい。あらら、弱い。一応トゥーセッテイクのいきなり当たる本尊長に飛ぶ割合が 0.4% なんだけど、それ引いてもおかしくないぐらい僕なさるんで1点。この攻めがチェリーかチャンス目です。中段に向こうが止まらなかったら強チェリーだった。今回は
ってるんで、まだ270分の1かな、今日チェリー引いてないんですよ。今日チェリー引いてないところで、これ今日チェリーっぽいよね、すごく今日チェリーっぽいよ、今日チェリーっぽいよね。あー着地か、まあいいわ。ただもう煽りが強いんで、これはすでに勝ってるとも期待できる。
チャンス目だぞ。お前かよ。検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。